聴いてください。アリス。ナンバーワンスター。
グループの中の東北唯一のフレーバーグループです。普段はライブ活動や SNS の更新などを中心に活動しております、ぜひねまだチェックしていないフォローしていない方はなんて言うのよろしくお願いします。はい、はい、仙台フレーバーは写真と動画の撮影すべて無料になっています。今日は声出せない分、お、ありがとうございます。たくさん写真動画も撮って盛り上がって拡散もしてください。よろしくお願いします。はい、そして今日はめちゃめちゃ久しぶりの5人メンバー全員揃ってのライブです。イエーイ、やったー、久しぶりですね。そしてなんとこれから新曲をですね披露させていただきます。なんと仙台フレーバー初のオリジナル曲、危ない曲名言うとこだったを今から披露しますので楽しみにしていてください。ありがとうございます。それでは早速いいですか、よろしくお願いします。それでは聞いてください、シャボン玉のメッセージ。気づいた
それでは最後の曲聴いてください。ラブ無限大。させていただいたラブ無限大、仙台フレーバーバージョンでリリースされました。ありがとうございます。はい、ご希望購入希望の方は、仙台フレーバー DM 公式 DM かメールの方に、お問い合わせお願いします。はい、次はゆみちゃん。はい、そして私たち仙台フレーバーは、たくさんの SNS をやっております。ツイッターショールームドット L プラスチアーズ、そしてインスタグラムなどたくさん SNS をやっているので、ぜひともまだチェックフォローしていないやつがありましたらよろしくお願いします。はい、そしてマナピー。はい、
仙台フレーバー今ですね日刊スポーツさんの方に毎月掲載させていただいております。なんと3ヶ月ご購読いただくと仙台フレーバーの物販で使える1万円分の特典券がもらえるのと、日刊スポーツさんの方からフォトフレームがついてくるお得なキャンペーンやっておりますので、この機会にぜひぜひ日刊スポーツさんの方ご購読よろしくお願いします。はい、出た。はい、仙台フレーバーは毎月第1、第3火曜日に、仙台フレーバーがパーソナリティを務めさせていただいているラジオ番組が放送されております。シワガマベイベイブさんで、ゴーゴーガールズ STI 放送局という題名でやっておりますので、皆様火曜日第1、第3火曜日ぜひラジオを聴いてみてください。そしてもう一つ個人的な告知なんですけれども、5月8日から、生配信アプリショールームにてセガさんの、ポスターイベントに参加させていただきます。ショールーム持っている方はぜひ応援をよろしくお願いいたします。そしてありがとう。最後になっちゃんお願いします。はい、仙台フレーバー今年の6月で3周年を迎えます。ありがとうございます。はい、そして6月の26日に仙台まかなさんにて仙台フレーバー3周年イベント、そして伊達夏実の3周年イベントを行わせていただきます。来てくれる人、はい、手挙げた人絶対来てくださいね。お待ちしますから手挙げてない人もぜひとも来てください。はい、ありがとうございます。はい、以上です。この後主演5区間ございます。ぜひぜひ物販にも遊びに来てください。